によれば、神宮皇后は金の被災者を救われた時から伝承されると伝えられております。中世の時代には、神宮寺、神の被災者になったお寺の神宮寺の社長、皇后さんたちが、天下太平五穀豊穣を祈って、諸国を平定して、まず、その会に披露した踊りに端を発すると言われております。共同と呼ばれる二人目の温度と深く合わせて、老女たちが漢字の心という字を描くように藤輪と手拍子、町の節句で踊ります。これも田植えで、田舎で一番嫌がられる文化とか稲穂など害虫を追い払う虫除けのおまじないであるとも言い伝えられております。中央には五兵を決めた肩を持った人たちが中央で肩をこの人に持ち入れをして手が通る人たちが日本の文化の根源である稲作文化の神事芸能がたくさん伝承されていることだけではなく、この田植え作業も文化財に指定されているという貴重な特殊このお田植え神事を郷土の宝物として大切に伝承しておりますが、この皆さんのたくさんの方がこの田植え神事に拝観に来られることが何よりの励みで頑張っております。来年は
万博堂として外国の方にも どうか大変にも体感していただいて応援いただくよう願いをしています。本日の参拝心より感謝を申し上げまして、ご清聴のことなどを提出させていただきます。本日は誠にありがとうございました。